母さんの味っていうところを目標に頑張ってます。ぴったりとナスを楽しんでいただけるように、はい、ナスのうち弁当で、はい、相性でナスで岩井の森のナストランにお越しくださいませ。お待ちしております。本日はナスの食レストランナストランの方を紹介させていただきます。小川さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小川です。農業と食と観光を一つに結びつけて、はい、その結びつけたものを、発信する拠点ということで始まったレストランなんです、はい、地産地消ともうすべて手作りというところにこだわって、はいはい、用意させていただいてます。ただ私たちはプロの料理人というよりは、はい、お母さんというスタンスでやらせてもらってますので、はい、お母さんの味っていうところを目標に頑張ってます。天井もすごく開放的になってますし、はい、木もたくさん使ってますし、はいはい、この地元の木を使った、地元の木なんですね、はい、木を使ってもらって、ここの壁はこれ足の石、はい、足の石で、はい、作らさせてもらってますので、はいはい、ちょっと変わってるかなと、ペレットストーブでやらせていただいてますので、へー、はい、でここテレビは常に情報が流れてます、はい、なるほど、はい、情報も流れてます。観光の方もとても多いので、はい、ゆったりとナスを楽しんでいただけるように、はい、道の駅などでハブっていうんですかね、はい、真ん中でここから散らばっていってもらえるのが一番いいのかなと思うんですけど、はい、ここを目的にってことは多分分かりやすいので、その辺の、はい、雪降ってもいいんですよ結構こちらが2階席ですね。2階もずっと広くて、基本的に団体の方とかはメインで使っていただいたりとか、あと土日はどうしてもここまでお客様が入るので、はい、なんかすごい これを見たいって結構お子さんが上がってくるんですね。これも作家さんが作っていただいてるやつなんですけど、すごいですね、今は木ですけど、はい、あれが緑になるとすっごくここ綺麗なんですね。ここの位置、はい、こちらナス弁当になります。ナスの内弁当で、はい、相性でナス弁当、なるほど、ナス、はい、の内弁当を略してナス弁当なんですね。そうです、こちらナス弁は九尾の狐の伝説にちなんで、はい、9種類の食器に9個の食材をっていうのが決まってます。なるほど、はい、そういう決まりになってまして、だいたいナス弁のメインはナス和牛のハンバーグを使わせていただいてまして、はい、そこにお母さんならではの丸塗りだったり、はい、押し塗りだったり、お豆腐だったりっていうのを入れて、はい、少し食物繊維なんかも取れるような感じになります、はい、1年前ぐらいにちょっと夏だけ、はい、ちょっとだけフロアの方で2ヶ月ぐらいかな、はい、入ったことがあったんですね、うん、で事務員さんを探しているっていうのがまずはきっかけで、はい、副組合長さんが私にお声掛けをいただいて、なるほど、っていうのがまずここにちゃんと来ようって思ったきっかけですね、はい、でたまたま入った時が、はい、お店が10周年の時だったので、それでいろいろ関わらせていただいてから、はい、事務をしながらいろいろ組合長からいろいろ教えていただきながら、はい、あとはその県の方にもつながりを持つようにということで、そのグリーンツーリズムの方のコーディネーターでしたっけ、はい、あれも取らせていただきながら、はい、今に至るというか、あ、で2年前かな、店長も私ももうっていう話が出始めて、それでも2年頑張っていただいてるんですけど、もういよいよということで、はい、長山店長 そのお店に対する思いとか、はい、その食に対する思いとか、はい、ナスに対する思いっていうところを、はい、まあ、すごい共感しまして、あ、なるほど、こういう人の下で働きたいなって思って、はい、今に至る感じ。だんだん高齢化してますので、はい、まあ、新しいスタッフさんが入っていただければそれが一番なんですけど、今ずっとオープンから作り続けているメニューも、はい、がずっとありますので、はい、それはもちろん継続しながら、新しいメニューも考えていきながら、はい、ナス弁の方も数が増えていくと思うので、はい、そういうところもどうしても食べ
られなかったってお客様も多いんですよ。数を限定してるので、はい、そういうところをなるべくなくしていけるように、はい、対応がこうできるような体制作りなんかもしていきたいなと思ってます。毎日愛情込めて仕込みをしております。たくさんの方にお越しいただきたいので、ぜひ、那須にお越しの際は友愛の森のナストラにお越しくださいませ。お待ちしております。